開けやしょうか開けやしょうか開けやしょうか。これシールがね、これ取っときます。開けやしょうか開けやしょうか開けやしょうか。じゃーん、マットです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ドリキン松尾さんという方とドリキンさんという方がやっている番組なんで、これはね、僕はすごいいつも楽しみに聞いてます。今回は、松尾さん、ドリキンさん、他マネージャーの沖田さんとか、ドリキンさんの妹さん、ドリキンさんの奥さんのネズミさんで、それからのドリーモートさんの旦那さんも手伝って T シャツ発送とか やられたそうです。楽しみです。開けてみますか。よいしょよいしょよいしょ。お、いいね、ノーシグナル T シャツ。ちょっとちょっと、ノーシグナル、イエイ。ちょっと今日はですね、富士サファリパークに行きたいと思います。早起きしてノーシグナル T シャツで行ってきます。あ、じゃあ、じゃあこれで、はい、大人の方2名様ですね。あのペット預かり所ってすぐ右側にあるんでしたっけ？あ、そうですね、本日ペットお連れですかね。はい、通行証を出して近く止めれるようにしますので。あ、そうですか。はい、いいよ、あげて。はい、餌どうぞ。OK。 はい、じゃあさあちゃん抜いていいよ。はい、ごちそうさまでした。いいよ。すごい歯だね。あ、すごいすごいすごい、落とす前にキャッチして、まあここまで来てんだけど手が、手がそこまで伸びてきてねえ、ほらおいで。おお、来た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 よ、さあちゃん、ほら。こっち側が良かったんだっけな、前こっち側走った気がするな。危険猛獣ゾーンだって。じゃあ行きますよ、準備はいいですか。危険レンジャー、あの猛獣ゾーンらしいですよ。あ、いたいた、クマクマいた。あ、こっちもいた、大きいな。いやすごいわ、やっぱライオンがやっぱ一番こうインパクトがあるよ。いた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 、トラいた。すごい、うわー、半端ない。いやーすごい。
あ、すごい、あそこの上であの人が山、なんつうの、見張り、なんていうんだろうね、見張り台じゃないけど、こう見えるんだね、あそこからね。すごいすごい、上げてる上げてる。怖いんだけど先生。ね。タックルはされないと思うけど、うわ近い。うわすごい。やーば。やーば。超近いっすよ。超近い。やーば。どうもー。